リースケールの高性能グラフィックスソリューションをご紹介いたします。こちらのパネルを見ていただけるとお借りいただけるんですが、中大型組み込みディスプレイ向けの、システム構築を支援するためのソリューションの紹介になっております。我々フリースケールは、プロセッサーの、ベンダーですが、プロセッサーの半導体製品だけではなく、Linux、OS、ドライバー、ミドルウェア、フレームワーク、あるいはアプリケーションやユーザーインターフェースといったソフトウェア群もソフトウェアのパートナー様と協業してお客様に供給することが可能となっております。またそのソフトウェアの乗ったプロセッサーの形でボード製品のパートナー様とボード製品という形でも供給できますので、お客様のタイムトゥーマーケットというところに貢献できると考えております。で、実際にここには2つのデモを、用意しております。左側は、2D グラフィックスがメインのターゲットになっているデモになっております。実際にこの画面においておきましては、フラッシュ互換環境とそれからムービーの、再生を行っております。で、実際に、MPC8610 という我々のフリースケールのパワーアーキテクチャープロセッサーを搭載した、実際のボードもこのように 3.5 インチのハードディスクサイズといった小さい形で、提供することが可能になっております。で、実際この今回のデモは我々の、8610の評価ボード上で動作しておりますけども、先ほどお見せした 3.5 インチのハードディスクサイズのボードでも同様のソフトウェアが、動作します。こちらの、動作環境に関しましては、フェドラ Linux という有名な人気のある Linux を使っておりまして、 MPEG-4 のムービー再生、それから、フラッシュ互換環境という形の、ソリューションになっております。はい、次に、3D の方のデモを見ていただきたいと思います。こちらの方は、デジタルサイネージや、キオスク端末といったところを、イメージしたデモになっております。実際に 3D の、映像が流れてきていますが、こちらのボード我々のフリースケールパーアーキテクチャ MPC7447A を使いました、3D 向けのボード、こちらには外付けの 3D グラフィックスエンジンがグラフィックスプロセッサーが載ってますので、こういった 3D のグラフィックスのサポートが可能になっております。はい、じゃあちょっと、中のデモを動かしてみたいと思うんですが、実際に、出てきたテクスチャーの時にですね、テクスチャーの絵に、ボタンを押しますと、このように対応したムービーが流れるような仕掛けになっております。で、このような、ユーザーインターフェース、それからコンテンツ、の作成も非常にお客様にとって簡単にできるように、なっております。これらすべて、我々フリースケールのパワーPC、パワーアーキテクチャープロセッサーが搭載されていますが、中大型グラフィックスソリューションという形でお客様の、タイムトゥーマーケットに貢献できるものになると、信じております。ありがとうございました。